ま、そう、すき焼きを食べました。そう、明日ね、撮影なんですけど、撮影で使うなんか道具を取りに実家に帰ってきました。やばい、家にギターありすぎる問題。なんでこんなあるの？で、ほぼ友達にもらったギターとか借り物だけど。これあれか。うわ、懐かしい。これあれや、自分でこれをねずっと使っていこうって思って父に買ってもらったギターだ。でこれずっとさ、最近使ってなかったな。そういえば最近はなんか近所のいちご農家さんが貸してくれたハミングバードとか、あと社長が貸してくれてるちっちゃめのギター、小ぶりなのを使うことが多くて、これなかなか使ってなかったな。一本の色になんか特徴あると、なんかアコギにもなんか線をつないだらめっちゃ大きい音が鳴るエレアコっていうのと、でかコンサートの時とかはエレアコなんだけど、まあ、いろんな方法がありますけど、で生音のギターもあって、生音のギターはつなぐ線つなぐとこがないっちゃけど、それが一番多分安いギターで、友達にその高校の時にもらったやつで、これめっちゃ安いやつやけんあげるって、それぞれ練習用で使いって言ってもらって、だからそれが一番チャキチャキしてる音がしますね。であとはハミングバードはなんか低音がめっちゃいいという個人的な感想です。吹き抜ける風、掴めぬか降り
しく食べれる。待ちく食べれる。曖昧でいいよ。あんたのことは後回し。これちょっといっぱいね。お見せしたいものがあるんですけど、これ可愛くない？イヤリングらしいです。最近花粉飛んでる気がする。何の形これ？ここ点で、え？ OBS 渡の、あ、やばい、流れちゃうコメントが。 OBS アナが Twitter スペースでここ点の感想を喋ってて、ゆかちゃんもベタ豆してました。え、なんで？ギターの相談されてないです。花粉症の季節ですね。花粉症なのかな。なんか喉のやつとかさ、花粉症の症状なのか否かっていうの分かんなくない？多分花粉症なんやろうなっていう感じはしましたけど。今日ここで言ったよ、可愛かった、ありがとう、嬉しい。今日なんかこう見て、ここハイライト入れてるのが分かりやすくない？これ注意してみたらね、これポイントです。なんか蓄積らしいね、黄砂と PM が悪いからね。ねえ、今日愛知がさ、フルマラソン走っててめっちゃ感動した。すごくない？なんかゲストランナーの方って全員走るもんなんかな。なんか自分がもしやるって想像したらさ、初心者というか初めてなわけじゃないですか、愛知とかも。普通になんか私だったら 700m ぐらいでもうきついなって思っちゃいそうだからすごいですよね。でも本当にきついって言ってて、あのツイッターのさ動画で、なんかもう気持ち、あの個人的に言われたわけじゃない、きついですって、あのツイッターの動画を見て、あのもう気持ちで走ってる、疲れてるから気持ちで走ってるって言ってて、すごかったですね。ねえ、本当にかっこよすぎる。私もちょっと走ろっかなって思ったもんね。そのなんていうと、出たいからとかじゃなくて、あの普通にすごって思って、運動のためにちょっと走ろうかなって思いました。てかちゃんの服店かっこよかった、ありがとう。マジック食べれる。フルマラソン歩くだけでも大変なのにすごいよね。しかもさ、そのいろんなとこにさ、ファンの皆さんが見守ってくれてるわけやんか。だけえ、なんかなんていうと、え、ちょっと止まっとるやんとかさ、なんか言われたら嫌だよねって思うけど、愛知ずっとね走ってます。すごくない？いろいろ大変な部分もねあったでしょうけど、愛知ってご飯行きたいですねっていう話をしてました。ふもの土地を満開にのだす、最高でした、嬉しい、めっちゃ好きなの。やばい、鼻がムズムズする。
来年久しぶりにフルマラソン走ろうかな。フルマラソン行っちゃうの？進行案もあったしすごいよね。そうでさ、私たちもうすぐ歌唱力の決勝もあってさ、結構やばいよねっていう話を今日エレタン同じチームだからしててさ、そろそろちょっと練習しないとやばくねっていう話をしてて、そうだからさ、そう愛知ショールームをしてマジすごいよね。ちょっとやばいですね私結構。ゆらちゃん千鳥の鬼にレンちゃんで言ったね。すごいね、向いてそうああいう企画。どういう感じで突っ込まれるんだろうワイプで。OBS の渡辺アナのスペース見た人はなんて書いた、なんて言ってたの。風があって序盤は雨も降ってたので本当にきつそうでした。へえ、だってレインコート着とったもんね。すごいな。人間ってなんか私超人が出るやつだと思ってたから、フルマラソンとかだからこんななんか身近な近くにいる人が出る、しかも完走してるっていう事実がさすごすぎて。ね、本当に尊敬。こんばんは。わ、新曲めっちゃ好きです。あれかな、圧縮されてる。え、こういうやつなんですけど、新曲めっちゃ好きです。君はもっとできるかな、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。聞き当たり、パソコンはちょっとね置いてきたんですけど、TikTok 用にこの前動画撮ってさ、それのコード表なら書いてある今。ゆかちゃんが夢のデッドボディをすると思ってました。私も思ってました、そうやって。てかすると思ってました普通に。自分 TikTok いうことです。ありがとう。大人の方たちはゆかちゃん理解してないのかなって思います。怖っ。
まあでもそんなね、何ですかね、まあ、いろんな考えがあると思いますし、私もなんだろうな、ずっとねねちゃんはまあいろんなことを考えたんじゃないですか。お洋服の文字なんて書いてあるか見たら、ちいかわって書いてある。まあでもそういうなんかやってほしいって声を上げてくれる人がいるのはすごく嬉しいですね。これで誰も言ってなかったらそれはそれで寂しい。よいしょ。そう、ちいかわなの。めちゃめちゃ不満げじゃん。お疲れ様でした、ありがとうございます。でも私はメールとかに全体ポジのこととかにね、いろいろメール送ったりしたんですけど、でもまあこんな、なんだろう、小さいことで一喜一憂するのもなんかもったいないというか、自分の人生だから好きなことに正直に生きていこうって思いましたね。そう、めちゃめちゃハードですね。この歌最近好きなんですよね。羊文学さんの曖昧でいいよ。ねえ、この世界でゆかちゃんの足の子が初めてみたい、やめてよ。めっちゃ足見られるんですよあれ、本当に。そう、今日も花道から出たんだけど、花道に出たんだけど、その時はサイドの方から足めっちゃ見られる。そう、いいね、だってありがとう。曖昧でいいよ、あとは回し、ちょっとどこが可愛くて好きなの。あら、充電されてない。見てごめんなさい。言うと逆にもっと見られそう。そう、羊文学さんはキノコ帝国さんをよく私ね弾いたり聞いたりするんだけど、羊文学さんにすごく影響を受けてるってインタビューとかでもおっしゃってたぐらいで、だから本当になんか神聖キノコ帝国さんって感じがする。でそこに羊文学さんの良さもあって、そう、なんか夜更けに聞きたくなりますね。ねえ、そんなこと言ってたんだ。えたんがノリノリで MC お話で出てたって言ってた。恥ずかしい。めっちゃおもろ、ウケるやん。そんなこと言われてたって。あれかな、前半後半 MC かな。そう、裏にいる時ってさ MC 聞こえないからさ、
そう。あら、嬉しい。この世界がでのゆかちゃんの歌声を絶賛しておりました。あら、ななみさん初日公演か。嬉しい。ソロパートマジ2番の B メロぐらいだから嬉しいです。クロノスタシス的の子帝国だっけ。そう、クロノスタシスって知ってる、知らないと君が言う、時計の針が止まって見える、検証のことだよ、タラッタタウボウボウ、タラッタタウボウボウ、ホリデイズミンナイ、少し痩せばんだ、手のひらが子供みたいな逮捕。おー、あれなんて読むの、1999。ねえ、これで有名、めちゃめちゃ有名な曲よね、このアーティストさんの中でも。いいですね。あ、これベタだけどって書いてたね、いい曲。なんか解散するバンドとかさ、それこそビッシュさんももうすぐ解散するしさ、私めっちゃビッシュさん好きだからさ、めちゃめちゃ寂しいんですけど、私キノコ帝国さん解散してるのめっちゃ寂しいんですけど、なんかでもスパッて解散しますっていうのかっこいいよねって思います。あ、嬉しい。オフィシャルのゆかちゃんのうちは注文しました。あれかな、今日までだったやつ。今日初めて現場でエアギターしてっていううちはを見かけました。なんかグッズがねあったんだけど、エアギターしてって、あえ、ノブありがとう。そう、一人目だったんだよ、あの第一人者が現れました、エアギターしてのエアギターです。嬉しかった、ありがとうございます。こちらこそ。あ、予約済みですって、すごい。星、これはどっちだ、星って本当に打ってるのか、間になんか挟んだあどのことは後回しすごくない、マラソン一緒に走るってさ、どんな感じなんやろ。でも話しかけたりしていいんかな、なんかあれじゃない、おしゃべり会みたいな5時間ぐらいおしゃべり会みたいな感じ。絵文字ルート星が勝手に表示される、そうなんだ。あ、君はもっとできるアバターがいっぱい、可愛らしいですね。のことな、そう、お見送りでマスクなしになって、ちょっとずつね、いろいろ復活してきてますね。ゴール前で一緒になった、すごっ。愛知会話する余裕なかったいや、そうやろうね、だってそんないっぱい走ってすごいな。ちょっと待って、言えてよかったよ、ありがとう、嬉しいです。そう、メンバーのね、お見送り、メンバーもお見送りでマスクつけとったけど、マスクなしになりました。私最後に走った記憶、本当に持久走ぐらいな気がする。中学生とか高校のさ、持久走とかめっちゃ嫌やったな。本当になんかね、大変だよね普通に。
くり緊張してるの。で普通になんか走ったりとかスクワットしたりとかできないことがちょっと多すぎるので、できるようにはなりたいって思う。スクワットとかもしたら絶対メリットがあるよね。春先になったらパクチーさ育て始めていいって書いてあってさ、これ見てパクチーめちゃめちゃ楽しみにしてるんだ。収穫まで約2ヶ月だって嬉しい。パクチーちゃん育てるよね。そうらしい。水やりは土が乾いたらたっぷり、うん、真夏真冬を避けてって書いてあるから、まあ、もうちょっとしてから服用かな。発芽適温はだって20度前後だからもうちょっとしてからかな。お外で育てます。なんか日向のとこ明るい日陰に置いてから芽が出たら日当たりのいい場所に移動させてくださいって書いてある。株を残しておけば繰り返し収穫を楽しめます。下の葉から使う分だけ繰り返し収穫したい。パクチーをさもうこのなんだろう小鉢鉢があるっちゃけど、それじゃなくて土に植えたらいっぱい増えるのかな。楽しみだと思う。20度ぐらいだからもうちょっと辛抱。沿道の人ファンの沿道のファンの人は差し出しながら走ってて、ちょっとメンバー気分味わった。あー豆苗いいな、収穫してた。だって家めっちゃいい、ね、パクチーってどうなんだろうね。なんか花があって株を残しておけばってことは種は出てこないのかな。コリアンダーシード収穫できるのかなね。パクチーができたら絶対生春巻きに入れたい。いちごメロンジュース、ルル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 パクチ
チの生えてきか、あでもこれ種が入ってるもんね。これがコリアンダーシード。てかコリアンダーシード植えたらパクチーができるってことじゃん。グボカリで初めて食べた時は何これって思ったんじゃない。パクチー先輩から言わせると、でも美味しいって思う日がね来るんですよ。パクチーこれ美味しいかも。私もしゃぶしゃぶ食べ放題で猫型ロボットたくさん働かせました。ロボットだと恥ずかしくなかった。え、私のショールームへのコメントで合ってますこれ。え、待って、私見る猫型ロボットたくさん働かせてないです。はい。よかったね、ロボットだと恥ずかしくなかった、よかったね。うん、なんか最近よくあるよね、なんか外食とかで猫が運んでくるやつね。いまだにパクチーが食べれない26歳です。へえ、私はモンゴル薬膳鍋で克服したからな。あ、すき焼き食べたっていう、あーなるほどね、すき焼き美味しかった。いいなー、しゃぶしゃぶ食べ放題。パクチー種取るなら葉を残して花咲かせる。え、どういうこと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 。え、わかんないわかんない。株は、その株は食べれない、どういうこと、どういうこと。あ、パクチーの花そのまま咲かせて枯れさせたら種ができる。パクチーの花をそのまま咲かせて枯れさせる、なるほど。これにはね、なんか花は咲いたら葉っぱが硬くなっちゃうから、花のつぼみを早めに摘み取って、で株を残しておきましょうみたいな書いてる。間引きしたやつを植えればいいんかな、じゃん。え、でもね、いっぱいにしたいよね種。でもコリアンダーシードって言ってそれもなんかいいんでしょ。じゃあもう難しくない？どうしたらいいんやろ、どうしたらいいんだ。パクチーいっぱい食べたい。パクチーをいっぱい食べるにはどうしたらいいんだ。発芽率は60% 以上だって。いいね、マークイズの辛麺食べた。一人暮らしのベランダで家庭菜園もういいけどさ、なんか実家でもっとさ伸び伸びと育ててあげたいっていう、そんな気持ちも湧いてきて難しいです。なんかさ、でも一人暮らしでも育てたいな。ガジュマルとかさ、でもガジュマルはなんかみんな育ててない逆にって思うから、パキラも結構みんな育ててるよね。植えたいな。その隣にあるハンバーガーも食べた。あら、 2軒回ったってことね、はしごね。フレッシュネスバーガー
カジュマルはなんかムチッとしてるやつ、スベスベしててムチッとしてるやつで、ネジってなってて低めのくるくるパーのネギ育てたらこれびっくりしたのがさ、くるくるパーのネギ、小道具で使ってたネギをさ植えてみたらさ花咲いたんですよね、楽屋で。ちか紙コップにさ土もなくて植えちゃった。めちゃめちゃすごい。あ、お持ち帰りした。うんうん、そう、観葉植物おすすめあったら教えてください。なんかちあの日の光浴びんくていいやつがいいかな。で枕元、窓開けてさ頭の方にベッドで寝て頭の方に窓がある、あるっちゃけど、でそっちに置けばまあいけるかな。多肉植物とかもいいね。いやいや、ムチムチでスベスベって、じゃあ私もガジュマルか陽気なコメントが。サボテンはお手間かからないからいいかもね。なんかお手間かからんすぎてさ、ホコリとかかぶっちゃった時トゲトゲしすぎてさ、どうしようってなっちゃいそう。ガジュマルはキジムナが宿る気なの？まあビッグボスのサイン書いたの私の誕生日の2日前で湧いた。ビッグボスの博多思いという曲をね書いて作詞作曲して YouTube にアップしたんですけれども、その撮影はねビッグボス福岡店さん、福岡の楽器屋さんで撮影させてもらって、てかサインがね置いてあるんですけど、見に行きました皆さん。天神から見るね、ぜひぜひ。歩いてあれも行けるよ、今泉キッチン。ビッグボス福岡店さんで撮影した後に私は今泉キッチンというところでご飯を食べました。定食屋さんおすすめ。なんかあの大きめの身長高めのマネージャーさんが一緒についてくださってたんですけど、ご飯とかおかわりしてました。そうなの。定食屋さん来た。店員さん優しかった。おお。撮影もね心よく OK していただいたぐらいですか。あとね、あ、ビッグボス福岡の近くで言うと梅山鉄平っていう食堂屋さんもありますよ。それはね魚が有名で、なんだっけな、なんかマグロかなんかのユッケ定食を食べましたね私はこの前。焼き魚とかも美味しいし、なんか食べたいお魚食べたらいいと思う。何が有名なのか分からんけど、何のメニューが有名なのか分かんないけど、そこは結構近いですビッグボス。あ、今足のネイルを塗ってます。
ネイルといっても透明なので足見ないでください。福岡に行ってみたい。来てほしいな。何気にチキン南蛮、梅山鉄平食堂食べたことない。私いつもやっぱさ、魚がなんか有名なんかなって思って、お魚食べたいっていう時に行くから。そう、わっ、梅山鉄平で同じの食べた。だって魚好きなので情報ありがとうございます。なんかさ、2個ぐらいしかメニューないですみたいな感じの魚が美味しいお店あった気がする。美味しいお店しかないですよね、福岡って。梅山鉄平はなんか私的には、なんだろう、なんかそんな物珍しいものを食べに行くというか、っていうよりかはなんかほっこりするなって感じのご飯な気がしますね。ほっこりしたい時に、あと近い、なんかなんだろう、前の現場近い時とかにフラッと行ってほっこりするって感じですね。中洲にサバ定食しかないです。おー、こんな感じなの、フード。ちいかわ、ちょっと目の下黒いな、公演終わりなので。こえ、黒くない？めっちゃこれライト当たったわけんかな。ちょっと闇落ちした感がちょっと否めないな。ちいかわなの。遠征名にとってグルメ情報は嬉しいです。どこエリアかによるよね。ドーム近辺もさ、東神町とか駅の方に行ったらいっぱいお店あるよね。顔色悪そうに見えん？なんか黒をさ、頭の周りにまとうと白くなるんよ。で、真っ白だから暗く見えてるんだと思う。この色覚えといて。この色と、この色だとなんか暗いような気がしません？こっちの方が。石陣にもいっぱいあるよ。何が美味しいですか？石陣は、石陣って何があるんだろう。プラリは？同じ色なのに暗く見えるね。多分光のあれがなんかコントロールするんじゃない？勝手に。ドームの近くのグルメって何があるんだろう。私やっぱマスモトしか。西陣は今日欲しい。何やろ、今日魚干し？難しくない？予測するの。魚干し、魚、イルカや魚干し、魚干し、魚干し餃子。何？魚干し餃子って何？あ、餃子餃子って書いてくれたのね。
ドライブエントリー行ったことありますよ。糸島にカフリか、カフリ旗絵なんか糸島のとこにありますよね。ドラ取り頑固ちゃん初めて来ました。可愛いです。なんか頑固ちゃんのさ男の子バージョンに似てるって最近言われるの。名前忘れちゃったけどなんだっけ、なんか頑丈みたいな、ちょっと わかんないわ。マークイズにもあるね。でもマークイズにフードコート行くときは、あ、この前土井さんとあのパスタ明太ベースっていうパスタ食べたのと、フードコート内だとやっぱね増本しか勝たんって思っちゃうよね。そう、かんこちゃんの音になりますね。そんな二等って言われる。なんかマークイズ、へえ。ドライブイン取りのイメージはさ、あのなんかみんなで焼いて食べる、ワイワイ食べる印象。ガンペイや、ガンペイ、ガンペイに似とうって言われたこの前似とうとか言う。辛麺好きなんです。あんま辛いの得意じゃないけど、五辛とかでトマト辛麺にして、チーズトッピングするのが好き。辛麺マスモト、やっぱ辛麺マスモトがねいいよね。なじま亭でちゃんぽん、なんかちゃんぽんのお店もあるよね。ラーメン、ちゃんぽん屋さんとさ、あとすけさん、すけさんじゃない、なんかうどん屋さんもあって、釜、待って、もうすぐそこまで来と、釜、よくテレビとかでもね出るやつですよね。ま、丸亀製麺、丸亀製麺、ガンペイをグーったら思っていた以上に似てた。ガンペイにとうとうなんかキャラクターに似とうって言われがちやね。なんかちゃんぽん屋さんなかったっけ、リンゴハット、あ、リンゴハットか、リンゴハットが奥にあって、なじま亭と一風堂があって、だから本当にね、いや、さすが、さすがももちよ、もう美味しいご飯屋さんが全部詰まってます。フードコートもあるし、あと普通のお店、座あの腰なんていうの、店舗型のお店もありますし、フードコートの席確保するの苦手。あれ得意苦手とかあんの？空いてるか空いてないかじゃない登竜軒、行ったことない、北九州民。福岡の天ぷらの有名なとこ行ってみたい。多分あれですね、なんだっけ、天ぷらの平尾、平尾が有名やね。一番平尾が一番有名で、なんかね、あれ全国だと思ってたんですけど、どうなんだろう、わかんないけど、なんかお寿司屋さんみたいな感じで、こうお店の人がおって、こうカウンターが大抵360度パターンと、まあ、いろいろあるんですけど、カウンタータイプとで、一個一個お店の人が、はい、ごぼうです、これなんか魚ですとか、そんな感じで一品一品出してくれる、熱々食べるよみたいな。でイカの塩辛がありますね、平尾は。で高尾も私めっちゃ好きで、高尾っていう方は、平尾はなんか衣がそんなに薄くない感じなイメージで、私高尾も好きなの。高尾はね、劇場の隣の、 あのマークイズのフードコートの隣の普通店舗型の感じ、お店が入ってて、高尾がね、そっちはなんか昆布の、昆布？茎昆布みたいなやつ、そう、九州ウォーカーで紹介したんですけど、そこ
はなんか衣が結構サクサク系、平尾より高尾のがちょっと上品な感じですね。分かる、どっちも美味しいんですけど、そう高尾の方がなんて言うんだろう、繊細な衣って感じがしますね。うん、ごぼうがねサクサクで美味しいです。あとファルコンの地下にも入ってるね。で平尾はちょっと平尾と高尾で、あ大丈夫ですか、あのちょっと似てるか。平尾は空港のとこがめっちゃ並ぶらしくて、空港の近くで車がないといけないかな。天神にも店舗まだあるんかなって、あると思います。どっちも私高尾の方がね、なんかパルコとか、パルコとマークイズでご飯食べることがあるので、高尾のが行きがちだけど平尾も好きです。あ、クロスの下じゃない平尾。へえ、美味しいですよね。美味しいご飯いっぱいありすぎて。イカの塩辛好きです。わかる、私食べれんかったんよね塩辛って。なんかしょっぱいし、なんかなんやろって思ってたんよ、内臓みたいな。でもなんか食べれるようになってさ、ちゃんじゃったかも最初ちょっと食べず嫌いっていうか、これなフグの胃袋ってこの前教えてもらったんだけど、ショールームで、なんか絶対に内臓系の何かだって思って、ちょっとなんかなんだろう、ちょっと怖いなっていう気持ちもあったんですけど、タラか思ったんだけど、なんかでもやっぱ美味しいよね。首都ってなんなん、一緒じゃないと、チャンジャじゃないとあれって、あれなんか読み方違うかも。首都クリームチーズっていうメニューよくありますよね。本当に何でも食べれるのね、美味しいよね。だって美味しいんだもん。美味しいご飯を誰かと食べるのが私は結構好き。一人でなんか外食するのもいいけど、一人で家でご飯食べるってなったら、なんかあんまり別にこだわんないかも。友達とかメンバーとかと一緒に、家族とかねと一緒に美味しいご飯食べるのが好きです。ねえ、あのさ新公演でさ、てん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 てれれてれ、なんか DJ の歌でてん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 て、あのアウトロでさ、メンバーみんなでウェーブすんのよね。それでファンの皆さんも一緒にウェーブしましょうって言ってるんですけど、あれちょっとチラってあのして誰かしとうかなって思うんですけど、じゃあまあ2回目公演ってこともあってあんまりしてないような気がするの。あんま見れないんですけど、こうウェーブにしゅちょっと見たら、えみんなしとうしてくれとうかなって思いながら見てるんですけど、どんな感じ、ちょっと恥ずかしいですかね、あのあ、そういうのがあるのかな、影穴でそういうのがあるのかな。確かにね、確かに矛盾してますよね。そこまではちょっと気が入ってなかった。影穴で言ってくれたらいいのか。ちょっとウェーブした。あ、ありがとう。初日のはウェーブすると思わんかったんよ。それでもさ、やってくれてる人いてびっくりした。ウェーブやりましょうってなってからのタイミングがつかめなかった。しかもこうやって行くとかじゃなくて2人でテン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 って行くからむずいよね。特に2回来るみたいなってさ。早すぎて一瞬で終わった。確かに。私でもああいうの分かるな、なんか
せーの待ちしてしまった。せーのがあったが分かりやすいかな。てんてん、みんなでウェーブしましょう、行きますよとかねちょっと恥ずかしいよね。ちょっと分かる。なんか例えばなんかライブとか見てても、じゃあみんなで手を挙げましょうみたいな時、ちょっとどうすべきかなってちょっと考えちゃう人なので、その気持ちはちょっと分かります。ちょっとこれとかならいけるけど、これちょっとなとかさ。この前モンキーマジックさんのライブ見に行った時は、TNC さんの番組でご一緒させていただいたので、 TNC の方とマネージャーさんと、あとおほさん、一緒に MC してるおほさんもいらっしゃってそうで、みんなでめっちゃ踊って帰りました。ウマベラスウマベラスっていう歌をモンキーマジックさんがやっててね、サンドイッチマンさんとの曲でめちゃめちゃ踊って帰りました。楽しかったな。空はまるで、緊急さんに前座で練習やってもらおう。いいね、そういうのあったら絶対いいのにね。確かにめちゃめちゃいい考え。何言ってたか聞き取れなかった。あの肩グイグイする振りが好き。なんだろう。カトリーの花を見る、タタラタラタタンダダ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 ダンテンテンテンってとこ。肩グイグイってなんやろ。ダダダンかな。それかあれもやります。テレレ長い、少し苦い、人生相談、ダン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 ってとこもある。肩グイグイなんやろ、何の曲やろ。褒めてほしい、初めて咲いた私の花。ラジオネームのリクエスト出し上げるのが好き。リクエスト12人ぐ合わせた。グルコサミン前ですね。ここにだってテンションはいるで。蚊が縮んで肩欲しい方向に羽を広げるとこが好き。ここにだって天使はいる、てるるてててってとこですね、きっと。え？ちいかわパズル。かわいい。栗まんじゅう先輩にも二等って言われた、あかりちゃんに髪色とかね。労働させられてんの？シーカーって草むしりと討伐で生活してんの？知らなかった。栗まんじゅうお酒の資格を持っていて、あらゆるお酒とあてを楽しむ、たしなむ。労働を仕切ってる人もいるんだ。そんなのあるんやね。
まろ。穴埋めパズル7つを当てはめて食べ物の名前にしよう。キクキラん？から揚げ、ホットケーキ、リンゴん？にーぱぱ？まるぱ？ん？パソ？パソイ？パソイ？パソ？パソ？パソ？あ！そば。なるほどね。車、パン、皿、傘、雨、あ、今日の公演楽しかったです。アニメじゃお酒がお茶にかかってたらしい。めっちゃおもろ。考えてみた。なんかカラオケしようかな。うん、ちょっとあんまり性能良くないかもだけど。あとこれ最近気づいたのがさ、ショールームのカラオケってちょっとやっぱり時差があるので、ちょっと早く歌ったらいいんじゃねって言ったら早く歌ってみるので、ちょっとどうか聞いてほしい。早く行き過ぎととか教えてほしい。何がいいかな。ちょっと早めに歌ってみるわ。先に越して越す越す。生まれたあの日からずっと探してき、難しい。てか隣で微笑むよ。いくつか恋をして遠回りもしたけれど、最後の恋人にやっと出会った。難しい。早いよ。だってただ一人だけ君のことを選んだんだ。世界一のプロポーズ、心の底から I love you。 いつであってずっと幸せ。
いやなんかわかんないわ結局これ普通に歌ったらいいんかな。なんかこの前さ始まりの歌を歌った時に誰かが乗っけてて、それ聞いた時にさやっぱちょっとラグあるんだなって思ったんですよね。NMB さんの曲とか調べたら出てくるかな、あの新公演の歌とかね。 NMB アーモンドクロワッサン。公演曲はあるのかな。ない。リンゴでした。あ、初めての HKT 公演だったんでどんな公演か気になったんですけど楽しかったです。お、ありがとうございます。パチパチ、なんか配信者っぽくないこのあの持ってる感じが。ネムビーさんの曲いっぱいね、いい曲ありますよね。1週間全部が月曜日ならいいのにって何があったんやろ秋元先生。なんかいいことあったんかな月曜日に。懐かしい、これめっちゃ好きやったな。あの MV からさもうめちゃくちゃ良かったさ。さやねえさんたちがロングにさ、こんなこんなオケでした、こんな音量でした。こんなどんなんでしたっけ。
懐かしくて押しちゃいました。絶滅しました。もうあの黒金が混ざってます。この後、あ、そうだ、オレンジにしようって思ってたんだと。どう思う？ちょっと今の髪に色がいいか、ちょっとオレンジにするか、どっちがいいと思う？個人的にはここもちょっとオレンジでもいいかなって気もするの。今ちょっと控えめすぎてわからんくない？前髪が実は金がいるの、肌色に近いから。どっちがいいと思います？なんか新公演の衣装が結構ブリブリ系だったから、あんまり主張しないようにしようって思って、こことかも実はオレンジだったんだけど、ここも全部ね黒にしたの。ここはここ黒にして、耳上だけオレンジ残しにしたんです。ちょっとオレンジ、おお、ちょっとオレンジにしようかな。じゃあバッチバチじゃなくてちょいオレンジ。なんか明日明後日の衣装とかも考えながら、明後日公演だからな、だからそんなに派手派手にはせんとこうって思いつつも、ね、なんかピンク、真っピンクだとあれシングルの期間なので、今はそのオレンジいいなっていうのは固定なんだけど、サーモンピンク的な何しよっかな。この前ちょっとピンク入れすぎちゃったので、そうだからピンクだったんだけど、ちゃんとシングルのお仕事の時はオレンジに戻しました。てかあれですね、そのオレンジキャラというか、なんだろう、オレンジの人っていうのを、なんだろうな、初めてライブ見た人とかはそういうのがあった方が分かりやすいっていうのは思ってオレンジにし始めて、そうで今シングル期間だからって感じですね。制限っていうとなんかマイナスだよね、めっちゃ言い方が。制限とは思ってないかな別に。歌手力の時オレンジがいいですね。ね、ちょこっとだけオレンジにしよう、ナチュラル寄りな感じで。めちゃめちゃ抜けました色、前髪とか。わからんくない？ここいるの。ここはちょっとわかるか、こうやってピラッてしたら結構わかるけど、ここにいると全然わかんない。そうね、ハルタンとかも、だからハルタンの髪色めっちゃいいなって思ってて、そう、ああいう感じで、サーチスクッキーすき焼き、さきちさきち、クッキーすき焼き、難しい。全部金やけん、友達にどこやっても分かるっていうより、いいですね。で、すごくね、程よくて私はね、めっちゃ好きなんだよね。ロックの時はこうやって出せばいいし、
したいときはこうやって隠したい。さっきビッシュさんの YouTube 見てたんだ。なんかビッシュさんってスパークっていう曲がね最初の曲で、イエローモンキーさん、イエモンさんの同じ歌詞を使ってるとことかもあるんですけど、そのビッシュさんのラストの曲がイエモンさんが提供するっていう YouTube が上がってて、それ見てた。めちゃめちゃ好きなんですよね。この前もライブ見に行ったんだ。ラブ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 ショー、そうで最後の曲はねバイバイショーっていう曲でした。すごくない？東京ドームで解散コンサート。てかよく聴いてるアイドルソングだとビッシュさんの曲と、あと ASP さんもね聴いてますね。ねえ東京ドームで解散かっこいいよね。今日はなんかお肌がいい感じな気がする。じゃあ私はこの後お風呂に入って早めに寝て早く起きて楽しみなお仕事を頑張っていきたいと思います。チーチーと家対決できそう。チーチーの家すごかったですね。見に行かせていただいて、私 ASP さんだ、チーチーがめちゃくちゃ好きで、チーチーさんがすごく好きで、だから2日間福岡いらっしゃってた時に2日間とも見させていただいたんですけれども、可愛かった。本当にキラキラしててさ、やっぱやりたいことをさやるためにっていうのがめっちゃかっこよくて憧れますね。憧れる人ちいちいさん。ランキング読みます。13位から、わか、かっちゃん、すすくに、はるな、 N2Fヤマポ、プニ、マサル4869、ニク、サンガ、ベスト3が3位がみかん丼19杯のササ丼。ありがとうありがとう。そして2位が FR、ありがとう、お元気。そして1位がノブ、ありがとう。明日からも楽しい週間になりますように。みっぴーちゃん、ゆっくり寝てね。よく眠れそうな YouTube 動画を聞きながら寝ようかしら。
なんか私アイドルってさ、その所属したらさ、そのグループでずっと頑張って卒業して終わりっていうもんだと思ってたけど、いろんなメンバーがさ、例えばなんか48辞めて乃木坂道グループに行った方もいたし、いろんなグループ、そのスターダストさんの方がバックに入ったりとか、まあ HKT でもいろんな、私の一番可愛い子に気づいてるのフルーツジッパーさんにあまねちゃんがいたりとか、あとビビアンもね最近アイドルやって、マナミンもアイドルやってるし、そうで、チーチーさんもめちゃめちゃ輝いてて、なんかいろんな生き方がねあるんだなって思いました。そう、固い頭で結構考えてたけど、そう、かっこ、またそれもまたねかっこいいなって思いました。ふんふん。私さ、まだ20代だからさ、やりたいこと全部やって後悔のない人生を送りたいなと思いました。そうだね、さくちゃん、さくちゃんすごいよね、ルセラフィム、ルセラフィム、うんうん、いろんなやりたいことがあって、だからこれからがすごく楽しみだなと思いました。プールイさん30、そうなんだ、へえ。いろんな生き方があってさ、全部かっこいいよね。だから自分もいろんな生き方があるんだろうなって思って、とてもワクワクしてます。前しかね見てないんで、楽しみなことがいっぱいです。二期会した時もそれ思ったな。いろんな生き方してる人たちが直接お話聞けてさ、めっちゃいい会でしたね。それも裏でめっちゃ話したから、マナミンとかナオポンとか、そう、だから先をね歩いてる人がいるのはすごく嬉しい。頑張ります。わっ、また会いに来、あと1分で終わっちゃうけど、またフォローして見に来てね。明日の夜も配信しまーす。そうよ、魅力的な女性。